皆さんこんにちは、キャザリング就活塾ナビゲーターの井上です。今回はですね、自己分析の Will、Can、Must で考えるのうち Can、できることを考えていきたいと思います。でこの Can、できることというとですね、このキャザリング就活塾見ている方は、自分はちょっと、障害があってとかですね、いろんな事情があってできることなんてないですとか、他の人と比べちゃうと、どうしてもできること少ないんですなんていうふうに思っている方もいらっしゃるかもしれません。今現時点ではそれでもいいんです。ただ別にできるっていうのはですね、これ人によって基準が変わってきます。ですので場合によってはすごい自信満々の人がですね、自分はできますと言っても他の人から見たらできないっていうこともあるかもしれないですし、逆に、皆さん自身はできないですと思っていても、いや周りの人から見たらすごいあなたできてるよなんていうこともあるかもしれません。ですのでできることというのですね、ハードルをあまり高くしすぎずにですね、自分ができることなんだろう、そこを考えていってほしいわけですね。なのでできるという基準は人によっても変わってきます。で、この can、 できることを考えるにあたってはですね、ぜひ皆さん、メモ、パソコンでも結構です。まず自分ができることなんだろうか、とにかくたくさん挙げてみてください。でできることを考えるときに大切なポイントとしては、自分のこれまで過去やってきたことを振り返るということですね。自分は、今まで生きていた中でどんなことをやってきたんだろうか、その中でできることってどんなことがあるのか考えてみましょう。で、大切なことはやったことがないからできないとも限らないわけですね。直接その行為をやったことはない、例えば、仕事に就いたことはない、正社員として働いたことはないけれども、例えば何かの団体で役員を務めていましたですとか、リーダー的な立場でした、こういう経験がある人はですね、その経験を生かせば自分は仕事でもこんなことができるかもしれない、そういうことはあるわけですから、仮にやったことがなかったとしてもできることなんじゃないか、そういう発想の転換をしながらですね、考えてみてほしいと思います。そしてこのできるを考えるときには3つのポイントで考えてみるといいと思います。3つのポイント、1個目が質です。質がより高いものができます。これは例えば他の人と比べて自分は質の高いものができますということが言えるのであれば、これはできると言えるかもしれません。あとは例えばいろんなですね、障害があったり制約条件がある中で、同じような制約条件の人たちと比べると自分は質のいいものを作れます。これもできると言い換えることもできますね。そして2個目が時間です。時間というのはより早くできますなんていうのが、できるというふうに言い換えることができますね。例えば、他の同年代の他の人たちが1週間かけて作れるものが自分であればそれが1日でできます。これもできるというふうに言い換えることができるわけですね。はい、なので、質と時間。そして3つ目、最後が意識です。意識というのはどういうことかというと、無意識にできるレベルになっているかどうかということです。例えば、これ見てる方ですね、自分はコミュニケーションが苦手なんです、だからコミュニケーションはできるって言えないんですという方もいるかもしれません。でも例えばコミュニケーション苦手な方でも無意識に相手の話をしっかり聞こうという姿勢が出る方だったりだとか、無意識に、初めての人に会ったら大きな声で初めましてって挨拶ができる方、こういう方は、それができることだっていうふうに自分では意識していないかもしれないですけども、意識してもなかなかそれができない方というのもいます。ですので自分が無意識化でやっているけども、自分の行動を振り返ってみて、あ、これはできてるなと思うことは、たくさんですね、とにかく上げてみましょう。できることを考えるときに、自分はできない人間なんだとか、自分はできることなんてないんですって思うのではなくて、どんなちっちゃなことでも結構です。できることないかなというふうに考えてみましょう。で、ただしですね、先ほどもお伝えしましたが、自分にとってのできるの基準と相手にとって、周りの人にとってのできるの基準というのは必ずしも一致しません。ですので、このできるというのを考えるときには、今回の就活塾においてはですね、そのできるといった根拠が大切になってきます。自分はこれができます。なぜならこういう経験があるからです。なぜならこういう実績があるからです。なぜなら今までこんなことをやってきたからです。この根拠を大切にしましょう。例えば、自分はライティングができますとか、自分は、ブログが書けます
これでも書いたことがあるというだけだと、人によってはできると思ってくれる方と、それはできると言わないというふうに思う方がいます。でこれはどちらの判断が間違ってるわけではないので、そのできるできないをどこで判断してるんですかというのをですね、面接の場であったりだとか会社の説明会の場で確認するために、自分なりにできると考えている根拠というのもセットにですね考えておきましょう。はい、ですので、今日の、整理になりますけども、今日やったキャン編に関してはまず皆さん、できることをとにかくたくさん挙げましょう。でこのできることを挙げるときには自分ができると思っている根拠もセットに挙げるというのが大切ですね。そしてやったことがないからできないとは限らないわけですから、自分はやったことないけどこれが実はできるんじゃないかと思うものがあれば根拠とセットでですね、ぜひ自分のできる項目にピックアップしてあげてください。今回は Will, Can, Must で自己分析をしていくわけですが、Will 編、Can 編と、やってきました。で、このやりたいこととできること、まず自分を理解するという意味ではこの2つが特に重要になってきますので、もう一つのウィル編とともにですね、今日やったキャンできることの整理というのをしっかりと整理をしてですね、自分の自己分析、そして就職活動転職活動に生かしてもらえればと思います。はい、それではですね、本日の、ギャザリング就活塾はここまでと、させていただきます。今日のキャン編をぜひ皆さんの自己分析に生かしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ギャザリングは多様な人たちのキャリアを応援するためのチャンネルです。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またギャザリングでは新しい仲間、一緒に運営したい仲間大募集しています。ぜひそれらも概要欄からチェックお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。